井上貴子のたかこちゃんチューブ。初めまして、自己紹介させていただきます。LLPWX 所属ののりです。今回はデビュー戦の方、タッグ一緒に組ませていただくということで、今回はよろしくお願いいたします。レイドストレスの中森花子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、はい、今着替えに行きました、はい、めっちゃ緊張しました、ね、めちゃくちゃ緊張しましためっちゃ緊張してました。いやなんか一応今日お会いできるということで、はい、心の準備をしてきたつもりなんですけど、やっぱいざ対面すると言葉が出てこなかったですこれ大丈夫ですか今からこんな緊張で。いや大丈夫ですよ、はい、しっかり今日一緒に体を動かせるので、そこで私は緊張をほどいて自分で取って調整して中森選手についていく、しっかりとしたタックなんでタックらしい試合ができるように頑張りたいです。わかりました、期待します。はい、ありがとうございます、今日は初練習ということで、はい、どんなイメージなんでしょうか。中森さん、ちなみに森さんのことはご存知だったんですか。あ、はい、と話も聞いたこともありましたし、やっぱり再デビューということですごい大事な試合になると思うので、私もその試合に関われてすごく嬉しいですし、やっぱり勝ちにこだわってちょっとまだ暇あるのでしっかり一緒に練習したり作戦を練りたいと思ってます。ちょっと相手がですね、はい、やっぱりこう、もちろんデビュー戦というのもあるんですけど、はい、そのパートナーが普段コーチをやられてるっていうことで、はい、そういう意味ではのりさんにとってはやりづらいっていうところは多少あると思うんですけど、中森さんその辺というのはどういう考え方になるんでしょうか。やりづらいとかありますかでもいつも練習でも結構しごかれてるので、そのしごきに、その思いというか、はい、ちょっといつもの積み重なってる爆発できるのを、そうですね、そのリングで、恨みがあるって裏も負けちゃってるので、なんかそこにちゃんと打ちがちてイライラしてることがあるんですね。いや、イライラはしないんですけど、やっぱりこうなんかスパーリング中何にしろちょっと負けず嫌いなところがあるので、ちょっと負けっぱなしで終わるのはちょっと悔しいので、そうですね、はい、その気持ちはしっかりと、試合で。中森選手、あと森さんが、格闘技経験っていう、ところがあって、その辺っていうのはなんか生かしようっていうのはあるでしょうか。いや、もうすごいと思います。プロレスに絶対生きていくと思いますし、そうだな、蹴りとか、そう、中森選手も蹴りをするので、もう全然なんかいいタッグになれるかなと、私もしっかりフォローしたいですし、ね、楽しみです、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、この試合を見に来るファンの皆様に一言お願いします。今回再デビュー戦ということでオープニングアクトなので、しっかりと初めの第一 のオープニングアクトなので、そこしっかりと盛り上げて一番目立てるように、はい、この試合勝ちにこだわっていきたいですし、タッグなので中森選手と一緒に連携して勝ちにいきたいと思います。はい、貴子さんの35周年の記念の大会で、しかもこういう再デビューというすごい貴重な試合で関われること本当にきっと嬉しく思うので、きっちり戦ってフォローしつつ、もう必ず勝っていい試合にしたいと思っています。よろしくお願いします。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。